民主党の代表選挙をめぐり、菅総理大臣と鳩山前総理が会談しました。鳩山氏は党内対立の回避策を探りましたが、結論は出なかった模様です。会談は4日ぶりにおよそ40分間行われました。鳩山氏は小沢前幹事長支持に変わった理由を説明するとともに、党の分裂を避けるため小沢氏を含めた挙党体制を敷くよう要請したとみられます。これに先立ち行われた鳩山氏とグループ幹部らとの協議では、菅総理と小沢氏の全面対決を避けるため、小沢氏の出馬自体も含め鳩山氏が調整するよう求める声が出ました。また鳩山氏は仙石官房長官とも会談し、会談後仙石長官は小沢氏が出馬を取りやめる可能性について語りました。深刻な事態にならないようにということで、私も努力したいと思ってますけども。代表選挙をですね、回避する可能性ってまだあるというふうにお考えなんでしょうか。私はやっぱり十二分にあるだろうとは思ってます。一方、小沢氏は都内のホテルで党内の情勢分析などを行ったほか、帰宅途中には珍しく自宅近くのスーパーに立ち寄るなど、代表選挙に向け庶民感覚をアピールしました。